外付けハードディスクの前面にある電源ランプが消灯している場合、次の手順をお試しください。外付けハードディスクの前面にある電源ランプが消灯している場合、電源が供給されていない状態です。外付けハードディスクの電源コードがコンセントに接続されているか確認してください。電源コードの接続を確認しても録画ができない場合、スマート JCOM ボックスと接続している外付けハードディスクの取り外し設定を行います。リモコンのホームボタンを押してホームメニューを表示します。選択ボタンで設定その他の項目にある接続サポートを選択して決定ボタンを押します。ハードディスクの設定を選択して決定ボタンを押します。選択ボタンで無効にする外付けハードディスクの編集を選択して決定ボタンを押します。表示されたプルダウンメニューから取り外しを選択して決定ボタンを押します。これで該当の外付けハードディスクが取り外し可能になります。以上の設定を行った後、 USB 接続ケーブルの抜き差しを行います。スマート JCOM ボックス本体側の USB ケーブルを抜いてください。外付けハードディスク側の USB ケーブルを抜いてください。USB ケーブルを外付けハードディスクに差し直してください。 USB ケーブルをスマート JCOM ボックス本体に差し直してください。以上の手順の後、お手数ですが改めて録画ができるかどうかご確認ください。